いや、もう野良猫リーチしてるけど。そうだよ。うまいかな、私。ね、何待ちかな。でも野良猫タカちゃんにさ、教えてもらってめっちゃ上手くなったんじゃないの？そう、すごい上手くなったよ。だからこうやってリーチしてるんだよ。確かにリーチしてるもんね。ヨノコさ、タカちゃんがさ、一回こう一緒にコラボした時にさ、うん、ハネルちゃんのことすごい好きなんだよねって言われて、なんか、なんでですかって言ったら、野良猫ちゃんに優しいからってすごい言われてさ。そうなの？野良猫に優しいからすごい好きって言われた。嬉しい。ねえ。そうなの、なんかね、大井さんね、うん、私のことをバカにするような人とか、うん、悪口言う人は、うん、みんなブロックするって言ってたよ。そうだそうだでて、大井さんすごい、だって、すごいさ、大きな大会とかいっぱい出てるじゃん。Mリーグとかさ、ああいうのも出てるじゃん。うん、出てる、そういう時に、いっぱい振り込んじゃったりして、大ピンチの時、いつも野良猫のこと考えて、心を落ち着かせるんだって。言ってたよ。野良猫の、ふふって笑ってるところを思い出して、なんとかそこ切り抜けるらしいよ。すごい。じゃあ私、そっか、日本一の人支えてるんだね。そうだよね。野良猫、タカちゃんがさ、野良猫いなかったら、タカちゃん日本一じゃないかもしれない。あ、そう。ちょっと、私頑張らないとだね。そう、頑張らないといけないんだよ、だから。そうだよ。言ってた、すごいそれ言ってた。精神安定剤だったんだね。そう、メンタル大事だからさ、マージャンって。そうだよね。うん。これからも頑張ろうと。頑張らないといけないよ、マジで。そう、野良猫がさ、もし配信さ、バンになってさ、うん、配信できなくなったりしたらさ、父ちゃんが日本一じゃなくなっちゃうかもしれん。確かに。成績急にボロボロになったりするかもしれん。やだ、私のせいでそんなのは。嫌だよ。ねえ、ダメだよ。だから頑張らないと。頑張ろう。そう、あの人なんか、うん、私の配信本当に全部見ててさ、何でも知ってたからちょっとびっくりしちゃったよね。何でも知ってた？何でも知ってた。そう、あの人 VTuber 大好きおじさんのついでに、うん、麻雀もやってるん。ついでだったんだ、麻雀は。そうそうそう、麻雀ついでらしいよ、言ってた。本職は VTuber 大好きおじさんらしいよ。あー、なるほどね。うん。残念です。じゃあ、そっか。うん。そうだったのか。そうだよ。そう、ちょっとびっくりしちゃったな。そんなことあるのか。そうだよ。野良猫が支えてあげないと。うん、うん、頑張って支えるわ。うん。日本一にずっとなれるように。そうだよ、タカちゃんがさ、タカちゃんがもう麻雀なんてやりたくないとか言ったらもう、ね、麻雀業界大打撃だから。そうだ。私世界を担ってんのかな。そうだよ。頑張る。6年目で。あ、ちょ、どれか、ジャンタバの公式さんが今、コメント欄にいる。あ、深いね。本当に深いですよね。ねえ、やっぱねいや、もう麻雀は深いゲームよ。ね、そうなの。知れば知るほどね、面白いしさ。そう、キャラクターもみんな可愛いし。だから、キャラマジ可愛い。キャラクターの声優さんの案件とか待ってるんですよ。あー、いいですねー、うん、それ。チーニャチーニャチーニャほら、こんぐらいできるんですけど。野良猫声はいいからな。野良猫声いいんだよ。そうなんですよ。だから。うん。どうですか？ねえ。ちゃんたまさん。いや、野良猫やっぱり、声には自信あるタイプですからね。そうなんです。うん。声だったらさ、声優さんだったら私がさ、うん、生配信で悪いことするとか、そういう恐れもないから。確かに確かに確かに、それは確かに。公式番組とかどうよ？出たいですね。ねえ、いや、呼んでもらったらもうね、みんな以上に頑張りますよ。野良猫と、ハネルと、うん。うん、ユタポンと、タカちゃんの公式番組ってこと、うん、それはもう視聴率すごいですよ。80% ぐらいかな、視聴率。ユタポンと野良猫を麻雀のプロにする。
いいですね。いいね。育成計画みたいなね。育成、そうそう。どう思いますか？そしたら多分、ユタボン見て、うん、マージャン、自分もやってみたくなりましたって。ねえ、いるかもしれない。いっぱい来ると思うんですよ。うん、あ、でもあるかもしれない。跳ねるとさ、ユタボンと、野良猫、誰が一番最初にプロテスト受かるか。あ、できるできる。え、私絶対受かるよ。頑張るよ。頑張るよね。うん、私たち頑張れますよ。ジャンタマさんのこと大好きですよ。でもね、なんか、大井さんっていうあのプロの人がさ、うん、大事なその公式番組で、誰を司会にするかみたいな、うんうんうん、いう会議をしたときに、うん、海野たまきちゃんはどうですかって言ったら、うん、みんな、うつむいて黙り込んだったんだって。どういうことって感じだよね。できるよね。できるのに。それ案件なんて女優でしょ、ふみのたまきは。余裕だよ。失礼な。ほんと失礼よ。ね、余裕ですよ、それ。できますよ、ふみのたまきは。余裕じゃない。ね、失礼ですわ。そうだよ、ちゃんたまさん。どうよ。どうよ。え、声いいよ。ね。声いいよ。かわいいよ。ふみのたまきの声、いい声よ。いい声しとるよ。ね、声もいいし、うん、あのね、声、性格もいいし、声もいいし、顔かわいいし、そう、かわいいの、あの声はいいよ、うん、ね、声ね、いい声しとるよ、いい声しとる、性格も、そうだよね、挽回しますから、うん、いや、でもね、そうね、私はね、うん、運営さんにも、うん。なんか、どんな案件が欲しいですかって言われたときにさ、ジャンタマさんの案件が欲しいですって言ったら、ほう。厳しいですって言われたの。なんでよ、全然いけるよ、なんで、なんで厳しいのよ。あんた、麻雀できないでしょみたいなの言われてさ。いや、何言ってんの、どうするよ。ちょっと待って、日本一のタカちゃんがだってさ、推してる VTuber よ。そうだよ。実質私も日本一でしょ、ね、そう、実質日本一と一緒よ。そう、いつも支えてるのは私なんだからね。そうだよ。だって、野良猫がいなかったらタカちゃん最強って取れないかもしれんよ。今後。野良猫のおかげで、日本の麻雀の経済、麻雀の経済界が回っているわけ、うん。そうだよ。分かってないよな、そういうところ。ほんと、分かってないよ。分かってないわ。ジャンタマさんは、うん、さあ、うん、すっごい優しくてさ、うん、素晴らしい会社なんだろうな。わかるですね。ヨースターさんは神様です。もう神様だからね。ヨースターさんは神様ですから。神様だから。うん、そんなね、ヨースターさんと一緒にお仕事ができたらいいなって思って。いいよね、できたらね。うん。麻雀のことはもっと勉強しながら、ね、よろしくね。いや、もうやる気あるよね。もう勉強の。あるよ、あるよ。ね。なんか、タカちゃんから送られた本とか読んでるらしいよってコメントが。送られた。あ、なんかそう。サイトを送ってくれてさ、そのサイトとかの説明動画とかをいっぱい読んだ。本当にちゃんと読んだ？それ。え、当たり前じゃないか。何変なこと聞くんだよ。読んだよ。そうね、よかったよ。読んだよ。勉強したよ。そう。すごいな、野良猫は。でしょ？うん、すごいな。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。